カーリング全能日本選手権第6日、2024年1月2日札幌市、道銀カーリングスタジアム。女子の前回大会優勝チーム、ロコソラーレは2次リーグ最終戦でフォルティウスに76で勝ったものの、敗退が決定。大会3連覇と世界選手権、3月、カナダ、出場権を逃した。サードの吉田千波は、結果として悔しいけど、 これも悪かないなと思います、と前向きに捉えた。ロコ・ソラーレは五輪で2大会連続でメダルを獲得するなど、日本代表として海外の大会で活躍してきた。今期も、今までのロコ・ソラーレはいけいけどんどんだったけど、第2ステージとして次のロコ・ソラーレを習得している最中、とさらなるレベルアップを目指し、昨週のパンコンチネンタル選手権で準優勝し、世界選手権の出場枠も確保した。 しかし、今大会での敗退により、その出場権を他チームに譲ることになった。日本代表の肩書きはなくなるが、吉田氏は、ここで一度、日本代表のユニフォームを脱ぐので、自分たちが戦いたい大会、チャレンジしたいことをフィールフリーで、チーム藤沢、として世界中でカーリングを楽しみたい、と新たな挑戦への意欲も口にした。そして、来季までにやりたいことを聞かれると、 来週、夫が6ヶ月ぶりに日本に帰ってきて、1週間だけ一緒にいれるので、カーリング選手ではなく、普通の主婦になりたい、と笑顔を見せた。束の間のオフは、22年に結婚したアルペンスキーコーチの河野京介さんとゆっくり過ごすつもりだ。